こんにちは。今日はアジの開きの作り方をご紹介いたします。アジの開きはもう旅館なんかに泊まった時の、朝食のねもうおかずの代表選手みたいなものですけど、でもね、自分で作るとねやっぱりちょっと一味違ったものができます。それで今日はちょっと大きめのいい味を手に入れましたので、それを使いまして、私なりのアジの開きの作り方をご紹介いたします。それではご覧ください。はい、ご覧ください。いい味です。どうかな、25センチぐらいありますか。なかなか大きな味です。干物にするのはちょっとねもったいないぐらいですが、干物も、いいね鮮度のいい食材を使って干物を作ると、より一層美味しくなるんですね。干物だから適当な食材でいいってことはありません。ですのでいい材料でいい、まあいい味でね、いい味の開きを作りましょう。それではまず普通のアジの三枚おろしとは違ってね、開きですから、その開きの仕方、ご覧に入れます。それではまずね、鱗は取ってくださいね。ね、あまりはついてませんが、ここでエラを外します。エラの外し方、これね面白いですよ。こうでしょ、包丁を使ってこう引っ掛けるんです。引っ掛けてこうくるりとこう回してね、こう取れるいいですか、ここまで。そしたら、お腹の方ね、お腹の方から開きます。こういうふうに、でここで内臓は出してください。はい、こんな状態です。でここの真ん中のね血合いのところは少し包丁を入れといて、あとは水できれいに洗うと。まずねここまで、これがまず第一段階ですね。はい、それではねちょっと角度を変えてねご覧に入れます。鱗をまずこう取りますね。ついてなくても一応確認の意味でこの作業を行ってください。はい、鱗を取ります。あまりついてませんね。はい、そしたらエラを抜きます。エラはこうしてここね、こうエラを、まあ、こっちの人差し指でこっちから押す感じかな。そして包丁でエラのこう中側から引っ掛けてくるりと回した時に、包丁でまな板にエラを押さえつけてアジをこうして引っ張るとエラが抜ける。こういうこと。はい、それでここから肛門まで開いたらここで内臓を出すと。でここです。でここの血合いの部分に包丁を軽く入れて薄い膜を切っておく。はい、こういう作業ですね。ここまで1段階。はい、それではですね、水洗いの仕方というかね、この歯ブラシを使って私の場合やりますよ。ここね、こう綺麗に。で、このね、黒い膜もできたらね、できましたら取っちゃった方がいいですよ、こういうとこね。まあ、後でも取れますけど。こんな状態、綺麗にしてください。はい、このようにね、綺麗にすべて水洗いが終えました。ではね、これを今度開いていきます。もう三枚おろしができるようになりましたらね、開き方もね、簡単です。ですので、ここのね、お腹を開いたところから、まずね、この中骨までね、スーッと包丁を入れちゃいます。そうすると、ここで尻尾の方まで、開けたことになるわけです。そしてあとここのあばらのね、ここの付け根のところをね、あんまりね、なんていうかな、深くというのはこっちの方までということですよ、入れないで あばらの骨だけを切るような感覚でこうしていくと、はい、ここが開けたの分かりますか。そして最後はこの背中ね、背中に包丁が突き出さないギリギリのところまで入れてスーッと引っ張ってくると、はい、このように
開けます。開いたら今度頭を割るんですけど、頭はここのちょうどね、開いたところからまっすぐに半分にグッとこう包丁を入れる。そうすると開ける、こういうことです。はい、これで開きの完成です。はい、もう一匹やってみましょう。今度はちょっと早めにいきますよ。はい、スーッと真ん中まで入れたらあばらだけを切る。そして今度は向こうの背中まで入れたら、はい、包丁を頭を半分に割ると、こういうことです。はい、これで完成。はい、全部開き終わりました。で、今度これをですね、縦塩っていうんですけどね、要は塩水です。塩水に、2時間ほどつけていきます。ですが、その塩水ね、を作りましょう。はい、ここに水です。約2リットル約じゃないな2リットル用意しました。でね、海水はだいたい 3% ぐらいの濃度なので、塩、これ 60g、 2リットルに対して 60g 用意しました。全部入れます。そして混ぜてください。よく塩を溶かしてください。で、よく溶かしましたらですね、まあこれに2時間つけるのが、まあだいたい普通のやり方でしょう。ここまではやります。で、ここからちょっと私が違うのは、まずこれにお酒ちゃらっと垂らします。そして香り付けにですね、ここへ薄口醤油を入れます。このぐらい。はい、それに昆布です。昆布を入れて、ここに2時間ほど漬けていきます。いいですか。はい、沈めます。ね、なるべくこう全体が浸かるようにしてください。はい、こうしておくと程よい塩味がですね入っていきます。で、2時間ほど漬けましたら、その後天日に当てて干すわけです。はい、それでは2時間経過いたしました。塩水からあげます。はい、あげました。で、今度はこれを天日に当てて干すわけです。はい、今日はいい天気です。で、風もね、ほどほどに吹いてまして、まあ干物を干すにはもってこいですから、ここへ並べて、ね、押していきます。まあ、この表面の水気はちょっとこう押さえておくと乾き早いですね。これ私の自作のネットですから大したものではないんですけど、ハエがつくと嫌ですので、上から、ね、同じようなものをかぶせます。はい、これで途中でですね、見に来てひっくり返し、まあ、下からも風が当たりますけど、とりあえずひっくり返します。はい、やっと出来上がりました。これがアジの開き、自家製のアジの開きです。これ干し加減ももうね、自分でいいなと思うところで、あんまり干しすぎない、ね、半生状態で仕上がりです。これがまた美味しいんですよ。ぜひね、いい味手に入ったらやってみてください。以上になります。